今回は理学療法士協会で使う楽天カードについて説明していきます。その前に、みんな協会に入っているのって思う人も多いと思います。実際に協会に入会している理学療法士は8割程度と言われています。理学療法士協会に入るメリットは、協会主催の講習会が割引になる、理学療法士賠償責任保険に加入できる、理学療法学というジャーナルが送られてくる、協会の考えなど最新の情報が手に入る。なのでほとんどの人が入会します。続いて楽天カードですが、これは年会費の引き落としで使うことができます。現金や口座振替などの可能ですが、手間や手数料がかかる関係で、協会時代からも推奨されていません。楽天カードを作るメリットとしては、入会するだけで数千ポイント貯まる、日常生活でも使用できる、年会費が永年無料のカードがある。なのでクレジットカードを作っておくことをお勧めします。協会ではこれらのカードが登録できますが、おすすめは楽天カードです。楽天カードのメリットは、常に入会で5000ポイント以上もらえる、年会費が永年無料、税込み100円使うごとに1ポイントが貯まる、楽天市場での使用ではポイントが最大3倍。なので入会した方がお得です。旅行が好きな人は楽天プレミアムカードもおすすめです。楽天プレミアムカードは新規入会で最大1万3000ポイントがもらえる、世界900カ所以上の空港ラウンジを利用可能、充実した保険内容、海外のトラベルデスクが無料で使用可能、年会費が1万800円かかりますが、旅行好きな人にはお得なカードとなっています。カードの詳細は概要欄にも載っていますので、参考にしていただければと思います。少しでも参考になれば、高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。